皆さん、こんにちは。YouTuber です。今回は皆さんに萌え声の出し方をお教えしたいと思います。萌え声というのは、アニメ声、いわゆるアニメ声というものでございます。アニメ声とは、なんか可愛い声のことを言います。そのアニメ声を出すには、まず、二つのポイントがあるんです。声を、まず、できる限り、ありがとう。